どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、9月5日、阪神 VS 巨人の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神負けました。ね、いや、まあ、負けてもいいねんけど、その、負けるタイミングよな。 その、四戦目で負けるならいいわと思えちゃうんですよね。いや、それは四立てしてくれたら言っちゃいいんですけども、やっぱりね、その、二試合目、まあ、昨日、なんとかかんとか勝ち切れて、まあ、正直流れがいいかと言われたらそうではないんですけど、えー、今日に入ったら、 ね、まあ今日言えることとしては、まあおっきなところで言うならば、やっぱり藤波選手、えー、ポコ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 打たれまくってというところに尽きるとは思うんですけど、まあそれにしたって打撃陣がね、動いてないっていうところもあるんで、やっぱり阪神全体の課題ではあるんでね。いやー。 ま、せめて明日から勝っていただかないとっていうところですね。というわけでスタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター近本選手、2番ショート木並選手、3番ライト糸井選手、4番レフトサンズ選手、5番サード大山選手、6番ファースト坊ア選手、7番キャッチャー梅野選手、8番セカンド小畑選手、9番ピッチャー藤波選手ですね。そして相手チームのオーダーがこちらになっております。というわけで打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね、3打数無安打ですと、セカンドゴロ、セカンドゴロ、サードフライという感じですと。え、ま、昨日と同じ。 ような感想ですかね。えー、近本選手、今日に限っては、というよりかは、まあ、昨日と今日と、えー、影がものすごく薄かったですね。そして、打撃内容的なところを見てみても、その、悪い時の近本選手っていう感じがすごくするんで、まあ、途中でね、まあ、近本選手はほとんど変えられない選手だと思いますけども、まあ、それでも変えられてしまいましたし、 ね、まあ、矢野監督から見ても状態が悪い、まあ疲れからなのかというところはあって変えたのかもしれないですけど、ね、まあちょっとでも期待があるならば買えなかったというところなんで、まあまあね、そろそろ売っていただきたいと。 はい、続いて、木並選手ですね。4打数2安打です。センターへのヒット、セカンドゴロ、センターへのヒット、ファーストゴロですね。えー、2安打打ってね、打率的なところを見ても2割5分5厘と、まあなかなか上がってきたんじゃないかなとは思うんですけども、まあヒットを打つことに関しては特別何も言わないんですけど、やっぱりね、その、インコースの高めのボール球を振らないようにしていただきたい。 まあ、あそこをね、うまく腕たたんで、え、ライトの前、えー、1、2、4巻を抜くっていうことはできてる時はあるんですけど、やっぱりボール球を振りに行くって、 まあリスクはね、伴ってくるんでね、アウトになる確率の方が高いところもあるんで、そこ考えるとね、やっぱり振っていただきたくないかなとは思うんでね。まあ見極めがもっともっと高まってくると、まあヒット数も増えてくると思うし、まあ出塁率っていうところも上がってくると思うんで、えー、そちらもね、見極めていただければなというところですね。 はい、続いて、糸井選手ですね。2打数無安打1三振と三振ファーストゴロですね。まあ、こちらに関しては特別言うことないよな。んまあまあ、吉尾さん次期待と。はい、続いて、サンズ選手です。2打数無安打2三振と三振三振ですね。正直、まあ僕もちゃんと試合見てましたけど、正直サンズ選手の時は、ボールじゃないんかなと。まあ、インコースの最後の決め球はどっちもストライクだと思うんですけど、アウトローのスライダー。 あの辺はボールじゃないんかなと。まあまあ、これはね、もう審判さんの言ってることなんで、もう何も言わないんですけど、まあそれぐらい、そのボールに見えてしまうようなボールがね、え、ストライクになってて、で、それをね、振りに行けなかった、まあサンズ選手であり、まあ阪神の選手が悪かったというところなんでね。いやいやいや、えー、まあ次頑張ってという感じですね。はい、続いて大山選手ですね。3打数1安打1打点1本塁打1三振と三振キャッチャーへのファウルフライセンターへのソロホームランですね。 ね、えー、もうほんまに11点差ついて、このまま11対0で負けんのか、うわ、ないわ、もうありえへんと思ってたんですけど、まあ大山選手のね、ね、まあ一応15号ですか、うん、まあ去年より多く打ってって、まあ今年は本当に20本いけそうな感じな状況ではあるんですけど、ね、えー、頑張っていただきたいとしか言いようないような、今日に関してはほんまに言えないんですよ。ね、まあ次頑張ろうというところです。 はい、続いては、ボーア選手です。2打数無安打1三振と、え、ピッチャーゴロ三振ですね。えっと、こちらに関してはね、その打撃内容的なところで見てしまえば、まあ正直良くはないとは思うんですけど、割とね、初球から振りに行っているっていう感じが見えて、まあそろそろ甘いボールをね、捉えられるんじゃないかなという淡い希望は持ってます。次回期待です。 はい、続いては梅野選手です。2打数1安打ですと。来帝のファールフライ、レフテへのヒットですね。まあ梅ちゃん1本打ってくれてというところなんですけど、まあ藤波選手、まあ藤波選手の自滅と言ってしまえばすごくね、当てはまりやすいんですけど、まあそこをね、まあ梅ちゃんからしても制御できなかったっていうところは、まあいろいろあるとは思うんでね、まあ次回行きたいというところですね。 はい、続いては、小幡選手です。4打数1安打1三振と、サードゴロ、ショートゴロ、サード N 内安打三振ですね。ね、えー、まあ、打ってくれたのはいいけど、やっぱエラーよな。そんなに簡単なもの、まあ、取るのは、まあ、そこそこ簡単だったかもしれないんですけど、まあ、体が流れながら、ファーストへの送球というところを考えれば、まあ、ちょっとね、難易度は上がるのかなと思うんですけど、こういうところから大事に大事にという感じですね。 若いということで、その発達としたプレーが見れてるっていうのはいいところなんですけど、やっぱりね、えー、ちょっと減らしていかないとな、エラーというところですね。まあ試合出場っていうところがそんなに多くない中で1個2個っていう感じで出てくるとね、やっぱり多く見えてしまうんで、そこら辺の修正はというところですね。まあもともとショートって考えるとね、難しいけどね。 はい、続いて、藤波選手です。1打数無安打です。レフトフライですね。えー、次回頑張ろうと。はい、続いて、ヨーカー選手です。2打数無安打、1三振と三振ショートゴロですね。うーん、まあ、打って欲しかったという気持ちしかないかな。まあ、こちらに関しても次回行きたいと。 はい、続いて、俊介選手です。2打数無アンダですと、センターフライ、セカンドゴロという感じです。えー、これで3打席目ですかね。えー、1打席目が三振で、2打席目センターフライ、えー、3打席目セカンドゴロというね。えー、延べ3打席しか与えられてないですけど、まあ俊介選手に限っては、どん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 振ってってほしいかな。まあそれしか結果出てこないんで、まあ打席機会がそんなに多くないんで、うんまあそれはね、ボール球を振れとは言わないですけど、 うーんーね、まあヒットのような当たりというのも特別ないんで、そこから考えると、どんどん振ってってもいいんじゃないかなという気持ちではあります。うん、まあでもスタメンで一回ぐらい見たいけどね。はい、続いては伊藤原選手ですね。2打数無安打13新と、えー、ショートゴロ三振ですね。いやー、セカンドでの守備はね、いやー、よかったよ。待ってたよ、これをって感じなんですけど、服装変わってたね。そのソックスを上げてるのか、なんかああいうところはね、初めて見たんで、なんか、 ちょっとすごく不気味だったんですけど、まあまあそれは置いといて、帰ってきてくれてすごく嬉しい気持ちではあるんですけど、やっぱり試合感というところはすごく時間がかかってくるんじゃないかなとは思ってますね。まあ2軍の試合もね、正直2、3試合しか出てないんですからね。そこ考えると試合感はね、そんなに戻ってない。まあ戻ってないどころか、もう全然ね、 復活というところまで来てないんで、まあ、そこ考えるとね、やっぱり難しいところではあるとは思うんですけど、えー、キャプテンが帰ってきてくれたっていうのは嬉しいですね。はい、続いて中谷選手ですね。1打数無安打1デッドボールと、え、デッドボールピッチャーゴロという感じですと。うん。まあまあ中谷さんも次回頑張ろうと。はい、続いて坂本選手ですね。2打数1安打1打点と、センターフライレフテへのタイムリーヒットですね。ね。まあ1点、大山選手のホームランだけ、 ではね、ちょっとは寂しいんで、最後の最後に坂本選手1アンダー打ってくれました。これは良かったと思いますし、ね、次回行きたいというところでございますと。はい、続いて上本選手です。1打数無アンダーです。ショートゴロですね。まあ、上本もね、全然当たってないんでね、なんかん、まあ正直ね、その2軍と1軍をドンと入れ替えろって言われても、2軍で特別すごいなこの人上げてみたいなっていう選手が、 特別いるわけじゃないっていうのがすごく悲しいんですよね。だからまあウェポンもやっぱり守備機会というのは難しいか。代打というところでね、一打席でも多く活躍していかないと難しいんでね、頑張っていただきたいと。 はい、最後です。上田選手です。1ファーボールです。ファーボールですね、えー。しっかり選べたと思います。出塁率に関しては3割5分ぐらいあるみたいなんで、えー、次回も期待というところです。はい、じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、藤並投手、農見投手、望月投手、小川投手ですね。藤並投手、4回と3分の2を投げて、125球、9アンダー、6三振、6ファーボール、11失点と。あね。まあ、前回の登板に引き続き、5回投げ切ることができなかったと。まあ、前回に関しては勝ち投手がかかるかかからないかというところで、 え、降板になってしまったと。まあ、今日に関してはね、まあ、ね、百パー100%とは言わないですけど、まあ、80%、90%近く、ね、敗戦投手になるという状況でね、ま、交代させられてしまったと。正直ね、その、難しかったですよ。だってもう3回の時点で7失点食らってますからね、変えるか変えないか、すごく悩んだとは思います。だって13連戦のまだ序盤やからね、そこ考えるとね、変えたくない、えー。もっと言うなら、まあ、実際変えなかったんで、 5回投げてくれとは思ってたと思いますけど、まあ投げきれなかったですね。ピッチャーに対してのフォアボールだとか、ね。まあイランフォアボール、まあ6個、んまあ10個とか出してた時のことを考えると少ないと思われてしまうのがちょっと悲しいですけど、十分に多い。っていうか、イランフォアボールがマジで多いっていうのがすごく痛々しいですし、まあ正直、その、ね、次回の登板に来たいというような、 希望は今の段階では持てないんで、まあ、一回見つめ直しというところを含めて、え、二軍調整になるんじゃないかなとは個人的には思っておりますと。はい、続いて脳見投手ですね。一回と三分の一を投げて12球無安打無失点と、しっかり投げてくれましたね。ほんまに良かった。前回の登板はね、一球で交番でしたからね。まあって思いましたけど、今回しっかりやってくれました。 はい、続いて、モチズ投手です。2回投げて24球、1アンダー2、3、4、無失点と。ね、えー、モッチーもね、しっかり投げてくれたし、良かったんじゃないかと。ね、リリーフ陣ね、まあ、この後も言いますけど、小川投手と、えー、能見投手と3人で投げてくれてね、まあ、しっかり0で抑えたところは良かったと思いますし、まあ、まあ、相手もね、その坂本選手を交代させるとか、丸選手とかっていうところもあったとは、いえね、えー、それでもね、1アンダー、モチ選手しか1アンダー食らってないんで、藤並選手の9アンダーを除けば1アンダーしか食らってないんで、そこ考えればね、 リーフ頑張ってくれたと思いますしね。もっちーにも次回行きたいですね。じゃあ最後です。小川投手です。1回投げて12球無安打無失点と。いや、マジで変化球め、ま、もちろん直球が良くなってるから変化球が良くなったというのは一番正しいんですけど、変化球がめちゃめちゃ良くなってたから、直球の伸びがえぐいように感じた。えー、小川くんね、めっちゃいい感じで成長してくれた。良かった良かった。ね、次回の登板にも期待しておりますと。 はい。というわけで本日は9月5日、阪神 VS 巨人の試合について語らせていただきましたと。ね。まあ、用意どんで7失点。うん。まあ、そらしんどいよな。で、リズム的なところを考えてみても、まあ、藤波選手が登板してた、まあ、約5回までは、まあ、ほとんどの回、まあ、フォアボールを出したり、まあ、1回と4回以外は、フォアボールを出して、フォアボールを出して、まあ、ヒットを食らって、連打を食らってっていう感じなんで、まあ、攻撃陣、まあ、内野陣たちにもね、外野陣たちにも、 いいリズムは来ないですよね。そこ考えればね。まあ、負けてかりというのはちょっと言いたくないですけど、まあそういうことなんだなというふうに思いますし。 まあ、昨日は5対0で勝ってたところを5対4までギリギリまで追いつかれてしまったと。まあ、今日もね、安心2点は取りましたけど、ここの差っていうのはやっぱり大きいんだなっていう風に思いましたよね。まあまあ明日から頑張っていただきたいと思っておりますと。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter、Instagram のフォローをよろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。